えー、ダイレクトカーズの水野と申します、えー、この江の島の特徴は、えー、全部で4つあるんですけれども、えー、まず1つ目がこの全塗装ですね普通のキャンピングカーだったら真っ白なあの車体をイメージすると思うんですけれども今回あのうちでは全塗装といって,言ってあのベース車とかも全部外装を塗装してます。うちでは 外もこだわった車両のことをダルビーシリーズというふうに呼んでおります2つ目のポイントとしてはこれの前のモデルで本社が三重にあるんですけれどもその地方創生モデルということであの伊勢島っていうモデルを作ったんですけれども一昨年にあに神奈川県厚木市ってとこで2店舗目をオープンさせましたで、えっと、まあその記念とあと地方創生モデルっていうことでこの江ノ島っていう車両 を完成させました、えー、3つ目のポイントとしては就寝人数なんですけれども電動でベッドが下がってくるっていう他社さんにはないようなスペックをまあ持っているので、まあ、そこも特徴的かなと、はい、思います。で、まあ、最後4つ目なんですけれども全長が 5m を切る499なので、まあ、例えばフェリーとかの料金もワンランク下の、あのー、サイズの値段でいけたりとかっていろいろメリットが ありま,すまあその計4つの、えー、特徴を持った江ノ島っていう車両になります、えー、特徴的なのが、まあ、あのダイレクトカーズのトリップシリーズカムロードベースの車両にはもうほとんどついてるんですけれどもあのバンクベッドの上を跳ね上げるとテレビが出てきます、えー、32インチの大型テレビが、えー、出現するということで,で2つ目がこのこの字型っていうんですかねコ、はい、の字型のソファー型の シートになりますこちら5人掛けで食事とかもあの囲んでお過ごしいただける、まあ、そういった、えー、レイアウトになっておりますでしかもそのテーブル、えー、下がりますので、まあ、下げていただいてあの背もたれをあのテーブルの上に乗せることで3人就寝用のベッドにもなります3つ目最後が 上にベッドが収納されてて、まあ、それをスイッチを押すことで自動で降りてくるっていうそういう機構になってるんですけどもはいこんな感じですねまあその上にあのもう1個マットが収納されてるのでそれをここに展開することで2段ベッドとして、えー、ご利用いただけるなのでバンクベッドで2人ここのコの字型のソファーのベッドで3人でここ2段ベッドで11で2人なので計7人就寝の キャンピンピグカートになっております85リッターの冷蔵庫ですはいここは,ここはシンクですねはいこんな感じですね、まあ、十分な広さかなっていう思いますあと電子レンジが向かい側にあるのとはいでまあ中入った時に説明するんですけどクーラーとここですねいきますこんな感じで収納されてますあとヒーター FF ヒーターという商品が この下に吹き出し口が設置されてますね、はい、足元も冷えるのでね